グザビエ・マリスは、ベルギーコルトレーク出身の男子プロテニス選手。同僚のオリビエ・ロクスとペアを組み、2004年、全仏オープン男子ダブルス部門で優勝した。シングルスでも2002年ウィンブルドン選手権でベスト4に入り、ベルギー人の男子テニス選手として、最高成績を出した選手である。自己最高ランキングは、シングルス19位、ダブルス25位。ATP ツアーで、 シングルス3勝、ダブルス9勝を挙げた。身長185センチメートル、体重77キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。シャビエルという名前からついた、X マンというニックネームがある。マリスはサッカーでも才能のある少年だったが、13歳の時からテニスに専念するようになった。百九十八年にプロ入りし、 その年から、男子テニス国別対抗戦、デビスカップのベルギー代表選手となる。彼が、世界的な知名度を獲得した2002年ウィンブルドン選手権では、3回戦で、エフゲニー・カフェルニコフ、4回戦で、グレグル・ウゼドスキー、準々決勝で1996年の優勝者、リカルト・クライチェックといった実力者たちを連覇し、準決勝でウィンブルドン初出場だった。 アルゼンチンの20歳、ダビド・ナルバンディアンとの対戦が決まった。二人とも初めての大舞台だったが、マリスはナルバンディアンに6から7、4から6、6から1、6から2、2から6のフルセットで敗れ、決勝進出はならなかった。これは1997年全仏オープンでベスト4に入ったフィリップ・デブルフと並び、ベルギーの男子テニス選手が4大大会で出した。 史上最高成績である。2005年全豪オープンにて2004年、全仏オープン男子ダブルスで、マーリスは、オリビエロクスとペアを組み、4大大会男子ダブルスで、初優勝を飾った。その勝ち上がりの過程で、2人は3回戦で、トットウッドブリッジ、ヨナスビオルクマン組、準決勝で、マヘシュブパシ、マックスミルヌイ組などの強豪ペアを連覇し、決勝では、 地元フランスのファブリス・サントロ、ミカエル・ロドラ組を7から5、7から5で破った。同年のアテネゴリンにも、マリスは、ベルギー代表選手として初出場したが、シングルス・ダブルスとも1回戦で破れ、ロックスとのダブルスでも1回戦で、ロドラ、サントロ組に破れた。2005年2月、デルレイビーチ国際テニス選手権で、マリスは、決勝でイジー・のバクを破り、 祝願の ATP ツアー大会シングルス初優勝を挙げた。それまで、マリスはプロ転校した1998年以来6度の準優勝の壁にぶつかり、前年の2004年も2つの準優勝で止まっていた。2007年度に入り、マリスはチェンナイオープンとデルレービーチ国際テニス選手権で単服優勝を果たした。2011年チェンナイオープンで5年ぶりに、 シングルスの決勝に進出したが、スタンはウリンカ257、64、16で敗れ、ツアー4勝目を逃した。ダブルスでは、インディアンウェルズマスターズとファーマーズクラシックで2勝を挙げた。マリスは2013年10月、地元、ベルギーでのチャレンジャー大会の1回戦で、セルジー・スタホフスキーに敗れた試合を最後に33歳で、現役を引退した。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス。 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。